昨日はダメだったから途中で逃げ出したけど、今日はうまくいきそうな気がしますわ。できなければ火炙りは免れません。命がけでことに当たるのですが、お嬢様。やっぱり忍び込んだのね。オパールネラ先生があの調子だから捕まらなかったんだわ。ミレ、どうしたの、こんなところへ。実は私も魔王を自由にするのが目的なの。手伝ってあげようと思って。本当に？ミレは仲間なの？仲間じゃないけど、用があるの、魔王に。そうそう、私こんなグリモア持ってるのよ。それは私が探してた星の精霊のグリモア。あなたが持ってたの？これなら間違いないわ。言った通りですわ、シャーリー。今日はうまくいくって。おかしい。あなたからは先ほどから敵だという感じしか伝わってこない。魔王様の危機が。鋭いわね。困ったわ。何者です？何が狙いです？いいでしょう、答えぬなら。あらら、ミレ、体が動かなくなっちゃった。どうだか勝手に動くのですわ。お前を殺してグリモアを奪えば済むことです。お嬢様、魔王様のためにお体を借りますよ。おっと、お前がお嬢様の友人というなら気をつけるがいい。お嬢様の魔法陣や招いた者たちを傷つければお嬢様も命を危うくしますぞ。はあ、なんでこんなことに。キャプテン。
Me jejeje. Me jejeje. Thank you.
様。理解しました。必要とあらば。理解しました。創造主様。
探しよう。輝ける星よ。